下のワンツースリーとか決まった時はもう最高。新田選手の一番好きなところ顔ですね。顔ですね。顔です。美味しい煮干しラーメンもありますので、頑張れ頑張れ頑張って。競輪好き青森女子が語る競輪の魅力。ということで本日はここ青森競輪場に3人の競輪ファンの皆様に集まっていただきました。早速なんですがお名前と競輪歴を教えてください。はい、アイママです。競輪歴は25年になります。25年、よろしくお願いします。そしてナオミキャラメルです。競輪歴は5年です。よろしくお願いします。ナオミキャラメルさん、よろしくお願いいたします。はい、そしてはい、ユカピーです。競輪歴は5年になります。ゆかぴーさんも5年なんですね。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、このウェア着てらっしゃいますけど、ちょっと後ろ向いていただいてもいいですか。あ、新参会長大きく書かれてますね。あいまま、新参会とは地元のスター、新参恭平の講演会を私たちやっております。新参恭平選手ですね。今日はお三方に、その新山恭平選手への愛も含めて3つの愛を、競輪への愛を語っていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに競輪への愛を語っていただきたいと思います。競輪というスポーツ、いろんな魅力があると思うんですけど、一番おすすめしたいというところを愛ママさんから教えていただけますか。競輪って必ずしも強い選手とか速い選手が勝つわけではないので、展開予想してそれがバッチリ当たった時とかはもう下のワンツースリーとか決まった時はもう最高。気持ちいいですよね。気持ちいいですね。はい、あのおさんじゃ結構レースの流れとか予想されるんですね。予想しますが、なかなか当たりません。だからこそ当たった時気持ちいいと。ナオミさんはいかがですか、魅力。そうですね、最初は、アイママに、競輪場に連れてきてもらって、思った以上に迫力もすごくて、そこからかな、ハマっちゃいますね。生で見ると違いましたか。違いますね、スピード感とかも全然違いますし、想像していた以上に速いし、そうですね。ゆかぴーさんの思う魅力は。私も一緒で、やっぱり生で見る迫力ですね。やっぱスピードもすごいんですけれども、あのスピードで走りながらやっぱり相手選手に体をこうぶつけ合うっていうのがやっぱり見てて迫力、すごいですね。競輪場全国各地にあるので、気軽に行けますよね。おさん、気軽に全国ですか。気軽にはなかなか行けません。行ってみようとすればいけない。さあ続いては地元青森のスターともいえる新山恭平選手への愛について語っていただきたいと思います。オープニングでも伺いました、新山選手が好きすぎて講演会を立ち上げたということで、新山選手の講演会、新山会、教えていただけますか。新山会ですか。新山会は2016年に私が立ち上げました。あゆまさん自身で立ち上げられた。はい、そうです。どれくらいのメンバーいるんですか。メンバー全国に50名くらいですかね。どんな活動されてるんですか。基本的にはもう応援することが一番、現地行ったり、会員同士でこうたまに定期的に集まって競輪団に花を咲かせたりとか、そういう感じですかね。会員同士の交流も結構あるんですよね。はい、そうですね。はい、じゃあ直美さんにその新山選手の一番好きなところ、魅力どこですか。顔ですね。即答。顔ですね。顔ですか。イケメンですね。やっぱいつもニコニコして優しいんですけど、試合になるとキリッと切り替わるあのギャップがたまらないです。あ、そうですね。ゆかぴーさんもそこは同感。もちろんですね。他にも何かこう魅力というか、新山選手について何か思い出とかありますか。2022年の競輪祭ですね、初のタイトル獲得はとても感動しました。
アイママさんはそれを見てた、はい、その目の前で見てましたね。どんな気持ちでした？もう最初は全然信じられないっていう気持ちで、そしたら夜中に恭平から連絡が来て、ありがとう、あの応援が力になりましたっていう感じで、そしたらもうそっからなんか、うん、もう自分のことのように、はい、青森競輪場といえば2023年の9月に共同通信社ありましたけど、はい、相馬さんあれ見てらっしゃいましたよね、はい、当然もちろん当然見てました。どうでしたか決勝戦、はい、決勝戦はもうみんなあの会員みんなであのピンクのタオル、はい、新山タオルを持ちながら、はい、はい、そうですね、応援して応援したんですが、うんうん、見せ場は作ったと思います。もう、そこまでは ね優勝かなと思ったんだけど、うん、負けたけど、うん、本当に感動しました、最後にここ青森競輪場への愛を皆さんに語っていただきたいと思います。まず直美さん、青森競輪場の魅力教えていただけますか？フードコートとか、まあ、キッズスペースができたので、はい、まあ、今までよりもたくさんの人に来てもらえるっていうのが魅力ですかね。うん、幅広い年齢層の方に。そうですね、家族連れでも小さい子供の方でも、はい、来ていただけると思うんですけどね。相馬さんはどうですか？はい、私はですね、ねぶたですかね、あのバンクの2コーナーのあたりに、はい、今年新しいねぶたが入ってきまして、ね、ナイターとか、うんうん、ナイターだとライトアップも、はい、されるので、すごい綺麗で、それを見に来るだけでも価値があるかなと思いますね。あの大きさはね、実際体感にテレビで見るとちっちゃく見えるんですけども、はい、本当ね、本当のねぶたです。はい、迫力ありますもんね。はい、ゆかみさんはいかがですか？はい、青森といえば煮干しラーメンなので、はい、美味しい煮干しラーメンもありますので、うん、実はこうお三方にアンケート取らせてもらった時に、はい、皆さんおすすめグルメ同じものを書かれてたんですよ。入り江の煮干しラーメン、はいはいはい、美味しいですね。美味しいです。お母さんがすごい面白い方で、はい、そうなんですね、名物おかみで、はい、あの煮干しラーメンってすごいこうなんでしょう、さっぱりしてて女性でも食べやすいですよね。二日酔いの時とかよく私たちはいいかもしれない。もうさらっと食べます、ね。はい、昨日も食べました。あ、そうなんですね。あ、じゃあぜひそのね、青森の味覚もじゃあ競輪場で楽しめるということで、はい、ぜひ青森競輪場にねお越しいただきたいと思います。さあ今日はお三方に、たくさんの愛を語っていただきましたが、まずはゆかぴーさん、今日いかがだったでしょうか？そうですね、今日普段は入れないようなあの検査場とか、うん、ここもそうですし、いろいろ見せてもらえたのでとても楽しかったです。はい、ありがとうございました。直美さんは？そうですね、普段は、まあ、競輪しに来たりとか、はい、遊びに来てるんですけど、うん、改めて競輪場こうやって回ってみて、まあ、魅力を再確認できました。そうですね、はい、はい、そして相馬さんはいかがですか？そうですね、あっという間でしたけど、はい、とても楽しかったです。たくさんの愛を語れて、うん、本当に今日はありがとうございました。たくさんの愛を聞けてよかったです。はい、じゃあぜひ最後にですね、はい、新山恭平選手へのメッセージをお願いします。わかりました。恭平、これからも、選考日本一を目指して頑張ってください。みんなで応援してます。頑張れ頑張れ頑張って、はい、今日はどうもありがとうございました。ぜひ皆さんも青森競輪場にお越しください。